平野の仕様とジャニーズメンバーの兄弟たちの新たな一歩と活躍。家族の絆と才能が輝く物語。ジャニーズ事務所を卒業し、新たな一歩を踏み出した平野の仕様。その新たなスタートに際して、彼の過去と家族についての情報が徐々に明らかになりつつあります。そして、平野の仕様だけが注目されているわけではありません。 他のジャニーズの弟たちも、それぞれの分野で活躍しており、隠れたスターとしての輝きを放っています。平野仕様の新たな一歩と家族。平野仕様は、キングプリンス公ーオッピの卒業後、新たな舞台に向かいました。2023年7月7日、滝沢秀明氏が代表を務める新会社、株式会社トベへの移籍を発表し、 これに伴いファンクラブやインスタグラムを開設し、SNS での活動を積極的に行っています。そして、これに伴い、かつては近畿とされていた家族の顔出しを解禁しました。その解禁した家族の一員が、平野潮の弟である平野陸さんです。陸さんとの初のツーショット写真が双方のインスタグラムで公開され、 これまでファンの間で公然の秘密とされていた兄弟の存在が明るみに出ました。また、小中学生の頃には兄弟でダンスユニットを組み、動画サイトに投稿していたこともあり、その才能を示す活動を行っていました。 解散後、リクさんはアパレルブランド R.K.S. ティキーの代表を務める一方で、アーティストティクーとしても活動し、ソロで写真集を出版するなど、多岐にわたる活動を展開しています。かつて、平野紫洋が R.K.S. リキーのロゴ入り T シャツを着用した写真を公開し、ステルスマーケティングの噂も浮上しました。 しかし、ジャニーズ事務所を退所したことで、兄弟の存在を公にできるようになり、新たな一歩を踏み出したことは間違いありません。菊池風磨の弟オ王さんの新たな挑戦。平野仕様だけでなく、他のジャニーズのメンバーの家族も注目を集めています。その中で、セクシーゾーンへの菊池風磨の弟である弟王さんの活動にも注目が集まっています。 オンさんは2023年3月にプロボクサーとしてデビューし、上陣では判定負けを期しましたが、その後の活躍が期待されています。オンさんは高校生の頃、父親であるミュージシャンの菊池久し俊,俊さんとメンズファッション誌、ヒーローズにモデルとして登場したこともあり、その美しい容姿と才能に注目が集まりました。 また、恩納さんは TikTok や YouTube にも積極的に投稿し、風魔ファンからも熱い指示を受けています。菊池久し俊さんは J&T の名義で嵐のデビュー曲、A ロシーを作詞したことでも知られ、恩納さんが父親の才能を受け継いでいることがわかります。他のジャニーズメンバーの兄弟たちも活躍中。菊池風魔の弟、平野耀の弟に続いて、 他のジャニーズメンバーの兄弟たちも、それぞれの分野で活躍しています。例えば、キスマイフと2の藤ヶ谷タホの弟である亮介さんは、美と健康のために開発したドリンクを中心に販売する会社、モリンゲイヤの代表を務めています。 り介さんは元製薬会社の医薬品開発責任者とタッグを組み、独自開発の製品を提供しており、その信頼は高まっています。また、彼もまた兄弟との類似性が高く、美形であることから多くの注目を浴びています。これらのジャニーズメンバーの兄弟たちは、兄弟の成功に劣らず、独自の道を切り開いています。 その活躍は、両親にとっての誇りであり、ファンからも多くの支持を受けています。平野市洋とその他のジャニーズメンバーの兄弟たちの活躍、ジャニーズ事務所から独立した平野市洋が新たなスタートを切り、家族や兄弟との絆を公にする機会を得たことは、ファンにとっても喜ばしいことです。 また、他のジャニーズメンバーの兄弟たちも、それぞれの分野で頑張り、成功を収めています。恩納さんのボクシングキャリアや、亮介さんの健康飲料事業など、彼らの努力と才能は、賞賛に値するものです。これからも、彼らの活動に注目し、彼らが持つジャニーズメンバーとしての素質や個性が、多くの人々に感銘を与えることでしょう。 ジャニーズ一族の活躍を見守りながら、彼らが新たな成功を収める日を楽しみにしていきましょう。